はい、こんにちは。今回ですね、日産からついに出ましたね、 K の EV サクラ。いやー、ちょっとね、やっぱね、 EV にね、自分もね、あのリーフって EV 乗ってるんで、やっぱね、 EV 乗ってる人間からするとね、やっぱちょっとワクワクするんですよね。あの初期型のね、 24kW のリーフも乗ってましたし、 30kW の容量のリーフにも乗りましたし、で今は 40kW のリーフに乗ってるんで、もうリーフで言ったらですね、正直4台ぐらい乗ってるんですよ。うん。なんでちょっとね、そこの EV に関してはちょっと変態な部分があるんで、ちょっとね、その EV 乗りとしてね、そういう新しい K の EV が出たっていうことでね、あのこれはちょっと動画にしないとと思ってですね、あの今回喋ることって、その性能がどうとか車のレビューとかね、そういうのは本当にもっと実車を使って上手にやってる人がいっぱいいるんで、 YouTube の中にもうその人を見てください。で、まあ私今回喋るのは、まあ EV、 初めての EV の人も多くなると思うんで、この K の EV っていうのを検討しようと思ってる人がね、ちょっとでもね、あ、 EV 乗ってる人の意見っていうかね、参考にしてもらえればと思うんで、まあ注意事項とかを特にお話ししていこうかなと思います。でね、今回の日産から K の EV サクラっていうのが登場したんですけど、グレードが SXG ってやって、多分おそらく XG が主流っていうかね、まあ一番主要のグレードになるかなと思うんですけど、 X が240万ぐらい車体が、で G になると294万円ということで、だいたい45万円ぐらい金額の差がありますけど、まあこれは、このグレードの差は大きいのは、多分プロパイロットとかそういう自動運転とか、あの専用のナビとか、そういうのがついてるついてないで、そのグレードの差額になってるとこが大きいんじゃないかなと思うんですよ。なんで X グレードを選んでプロパイロットとかつけて、あの EV 専用のねナビをつけると、多分 G と同じぐらいの金額になるんで、まあこれはその差が一番大きいかなと思います。サクラの G、 このグレードを選ぶと、だいたいオプション部品つけたりしたら総額が多分350万円ぐらいで、 X グレードだったら、まあ、多分300万円ぐらい、乗り出し価格っていうのが、になると思うんですよね。で、そっから補助金が55万円とかなんで、まあ、グレードの一番いい G を選択したら、多分補助金も入れたら、だいたい300万円ぐらいで乗れる軽自動車の EV ってことになると思うんですよね。で、X だったら、だいたい240万とか250万ぐらいで乗れる軽の EV っていうことになるんですけど、でね、これほんとね、まあ、容量は、バッテリー容量は 20kW ってなってますけど、まあ、車両のね、車両重量とかね、まあ、そういうの考えたら、まあ、20kW でもいいのかなと思うんですけど、で、航続距離がだいたい 180km って、カタログ上、なってるんですよね。そうなんですよ。ここなんですね。ここが、ですね、初めて EV に乗る人とかは、あの、気をつけないといけないんですよ。で、EV って加速めっちゃいいんですよ。モーター駆動って本当に加速いいんですよ。本当に気持ちいい加速するんで、軽自動車でもすごい滑らかな加速と、あの、ストレスのない走りがあるんで、これはすごい魅力的なんですよね。航続距離、この180キロっていうのがね、EV の弱点っていうと、冬場、最大の弱点って寒さなんですよね。なんで冬場になったら、あの、航続距離がやっぱり落ちるんですよね。これも仕方ないんですよね。もう先代のリーフからずっと、そうだったんで、で、おそらく航続可能距離が、180キロってカタログ数値になってるんですけど、ですね、平成28年から平成29年の、1年ちょっとしか発売されなかったリーフの 30kW っていう容量があるんですよね。カタログ数値では200ちょっとありましたけど、実際は150キロぐらい、夏場、その冬場とかじゃないですよ。あの、暖かい季節で、だいたい150キロぐらいが、まあ、乗れるような車だったんですよね。そのサクラも、あの、リーフの 30kW と同じぐらいの航続距離になるんじゃないかなって私は予測してるんですよね。で、その 30kW も私乗ってましたけど、やっぱり距離乗ったりとか、冬場とかね、そういう時でも、あの、航続距離って変動してたんですよね。体感で言うと、30kW に乗ってた時に、実質、ですね、フル充電で、まあ、120キロぐらい走ったら、もう充電しないと怖いかなぐらいの。まあ、慣れてくれば、あの、バッテリーの残量が 10% 切っても、あとどのくらい乗れるって分かってるんで、まあ、ギリギリまで攻めることはできるんですけど、まあ、普通に考えて、そうですね、30kW の時は120キロぐらい走ったら充電みたいなイメージだったんですけど、
おそらく桜もそうなると思います。そのくらいだと思います。カタログ数値で180キロで180キロ走ることはまあ不可能なんで、で多分夏場、まあ今の時期で150キロぐらい走れればいいんじゃないですかね。150キロぐらい走ったら多分残りが 10% 切ったりとかで、もう充電しないと怖いっていう領域に入っていくと思うんで、なんでバッテリー残量がゼロになるまで乗っていいよって言えば180キロ近くまで行くかもしれないですけど、それはね現実的ではないんで、おそらく今の時期で150キロぐらいじゃないかなと思うんです。で怖いのが冬場っすよね。これはね今多分予中の段階だと思うんですけど、これはねまだ読めない。その冬になって実際にその K の EV サクラに乗ってみないとリアルな航続距離って測れないんで、おそらく多分今買ってる人が納車は多分冬場とかになると思うんですよ。で今その車を買ったりとか試乗したりとかねして、このくらいの航続距離だなっていうのがあのイメージしてると、多分納車の時には冬になってるんで、おそらく落ちます。多分フル充電で100キロぐらい走ったら多分バッテリー残量 20% ぐらい切る、 20% は切るんじゃないかな。みんながちょうど不安になるぐらい、まあ、10% 切るとそろそろ充電してくださいって言われますけど、まあでもやっぱ怖いじゃないですか。でそれがね初めての EV の人とか特にね怖いと思うんですよね。やっぱ K の EV っていうのがすごい魅力なんですけど、ここら辺はねちょっと冬場を一回乗り越えないとちょっとなんか怖いなっていう。なんで補助金入れても250万300万する車になるんで、でもちろんこれ軽自動車なんでなるんで、その250万300万かけて、で実際急速充電をする人っていうのはゼスプ3っていう今会員にならないといけないんで、まあ結構充電すると思うんですよ。ってするとそんなに電気代っていうのは安くならないんですよ。でこれをまあ例えばもう自宅でしか充電しませんと、戸建てでねする人だったら、だいたいまあ毎日充電したとしても、私がねまだ日産ディーラーにいた時はだいたい月1000キロ走る人が家庭だけの電気で賄うってした時に、だいたい電気代が4000円とか4500円とかのイメージで計算をしてたんですよね。4、5000円が多分電気代というか燃料代としてまあ消費されていくと思うんですよね。でこれをね、ゼスプ3だったら急速充電しかしないよっていう人だったら本当に普通の軽自動車の燃料代と大して変わんないぐらいになると思うんで、そんなお得感はないかなと思うんですよね。でここで初めて EV に乗る人っていうのはできればそういうまあサクラでもいいんですけど、まあリーフでもいいんで、一回ディーラーに行って1泊2日とかちょっと一回借りて EV を実際日常で使ってみて、まあ、充電も経験してね、そういうライフスタイルに合うかどうかっていうのを絶対に試してから購入をした方がいいと思います。本当にねライフスタイルに合う人は全然合うんですよ。私も合うんですよ。リーフの電気自動車のライフスタイルに全然合ってるんで何の不満もないですよ。めっちゃ満足なんですよ今のリーフに。でもやっぱり初めて乗る人ってやっぱり普通のねガソリン車のイメージで来てるから、そのね、ガソリン満タンにして400キロ、500キロ走ってて、ね、無給油でね、行けてたのが、急にね、毎日のように充電をしないといけないというのがストレスになる人もいるし、これはね、一回ね、経験した方がいいです。あ、EV ってこんな感じなんだっていうのね。で、あと、これおすすめっていうかね、初めて EV に乗る人、例えばそのサイズ、どうしてもこの K のサイズじゃないと嫌だとか、ね、このサイズじゃないと絶対嫌だっていう人はまあ仕方ないですけど、単純に航続距離だけで考えるんであれば、同じぐらい走る EV が欲しいってなれば、最初に言った平成28年から平成29年の1年ちょっとでしか発売されなかったリーフの 30kW、 これ中古車の市場に、まあ、数はねやっぱ少なくはなるんですけどまだあります。ね、乗り出し100万円以下で全然あります。これも価値観の問題ですよ。その見た目がとか言われたらそうですけど、単純に乗る車、コスパ、リーフの 30kW に乗った方がお得っす。でね、その税金がって言うけど、自動車税も一応 1000cc 扱いなんですよ、リーフって。だから29,500円なんで、まあ2万円弱ぐらいは毎年変わりますけども、あとはほぼ変わんないんで、車検の時の重量税がちょっと違うかなぐらい。そんなね、びっくりするほど差額が出るわけじゃないんで、もしその EV っていうのが、気になるとかね、そういう人は
まずは一回そういう試乗車とかを借りて、ちょっと乗るだけじゃなくて、今もやってるんじゃないかな、リーフモニターとかね、そのモニターで借りてとか、昔はね、一週間とかありましたけど、まあ今は一週間は多分貸してくれないと思うんで、まあ一泊二日でもいいですし、まあ交渉してね、ちょっと二、三日一回試させてくださいと。で、それで実際生活して、充電してっていうのをして、EV って本当に、ライフスタイルに合う人はめちゃめちゃいいんですよ。すごく合うんですけど、合わない人には絶対合わないですよ。それが EV なんですよね。で、言ったようにこのサクラっていうのは、実際発売ね、発表されて、で、納車は多分冬場ぐらいになるんで、で、冬の EV っていうのを経験しないと、初めて EV 乗る人は特に、愕然とする場合があるんですよ。これ100キロしか走んないじゃんとか。そうなんですよ。それで、先代、初代リーフの時は、もうすごいトラブルを抱えたんですよ。全然走らないじゃんみたいな。カタログと全然違うじゃんとか、すごい言われたんで。なんですね、一回冬を越えて、その、桜の評価を集めてとか、まあ実際自分で乗って、あ、これだったらいいね、合わないねっていうのが絶対出てくるんで、それに250万、300万、まあ、補助金に入れてね、250万、300万を払う価値があるかどうかっていうのを決めてもらえればと思います。でね、桜ってね、内装もね、すごく質感いいですし、軽自動車でその、EV のね、モーター駆動の加速っていうのが味わえるっていうのはすごく魅力的だと思うんで、私はもう車的にはすごくいいと思います。ですけど、やっぱり合う人、合わない人、これ絶対いますんで。なんでね、やっぱ一番注意するのは冬場の航続距離、ここを確認した方がいいですね。それからでも遅くないかなと思います。ぜひね、検討して試乗して一回借りてライフスタイルに合うかどうか試して購入を検討してみたらいかがかなと思います。はい、ということで、ね、今回はちょっと EV、 まあ日産がねやっと出した K の EV サクラについてねお話をしましたけど、本当ね EV っていい車で、静かで走りよくて本当ね、コスパいいんで、あのね、その会う人にはとってはコスパいいんで、本当いい車だと思うんで、ぜひね、ちゃんと検討して、ちゃんと比較して購入を決めた方がいいかなと思います。ということでね、また近いうち動画あげますんで、よかったらチャンネル登録と高評価、あとコメントですね。よろしくお願いします。バイバイ。